こんにちはっす、OL 聖徳太子です。今日はじゃーん、これ4ヶ月前に漬けた梅酒と黒糖梅シロップが完成したので試飲会をしたいと思います。わー、楽しみ楽しみ。梅酒がやっぱり太子お酒結構好きなので大本命って感じだったんで、これが飲めるの、わあ4ヶ月は長かった。じゃあ早速飲んでみたいと思います。レッツ豪族。まずは梅酒から開けてみたいと思います。今封印が解かれようとしています。まだ早い。でもこれにもちょっと香りがついてます。プラスチック。おお、梅酒当たり前か。あ、ちょっと飛沫入ると良くないんでマスクをしたいと思います。これじゃじゃーん、聖徳太子と法隆寺店のお土産コーナーで買った聖徳太子枕、枕じゃないマスク。こんな感じ。ポストカードも買いました。聖徳太子 with B みたいな。似合ってますかねこれ。おったな遣隋使。おお、マスク越しでも似合う。とろっとはしてない、結構サラサラしてる感じ。おお、神々しい。何色っていうんだろうこれ、琥珀色。すっごい綺麗ですよね。胸キュン随士って感じです。簡易12回で言ったら将来くらい。試飲してみたいと思います。香りがもうすっごい湧き立つ感じ。うわ、おったま遣隋使。梅の香りがめちゃくちゃ口の中で広がる。すごい美味しい。おいしんこ菌和歌集です。ただこれストレートで飲んでたら大使酔っ払って国の政治どころじゃなくなりそう。すごい口の中になんか梅のミサイルぶち込まれてるみたい。めちゃくちゃ美味しいです。大成功。はい、続きまして黒糖梅シロップの方試飲してみたいと思います。開国。うわ、すっごい甘い匂い漂ってきた。とろっとろ。はい、濃いですねこれ。簡易12回で言ったら小地か大地っていう感じです。ビックラコキン和歌集。甘いシロップと梅の爽やかな味、それが本当にミックスされてて、飲んだことないこんなの。初めて隋に行った遣隋使の気持ちってこんな感じ多分。めちゃくちゃ美味しい。すっごい飲みやすい。そして後味爽やかみたいな。これ大使めちゃくちゃ気に入った。この梅酒と黒糖梅シロップをソーダ割りロックなどなどちょっと試してみたいと思います。ロック行ってみたいと思います。尺じゃないトングです。あー、乱発生。絶対乱を切る太子の絵巻。あーすごいいい音。法隆寺の鐘の音みたい。
梅酒ロック行ってみます。うん、さっきは濃かったけど氷が溶けて、そして冷たさで一気にキリッとして飲みやすくなってます。こっちもロックで飲んでみたいと思います。さっきラン起きたからな、起きないで。あ、では飲んでみたいと思います。さらに美味しい。あの常温より絶対ロックで飲んだ方が美味しい。氷で冷やされたことによってすごいすっきりした飲み口になってます。初梅仕事ここまで大成功すぎる。次はソーダ割り試してみたいと思います。梅食えば鐘が鳴るなり法隆寺、柿か梅酒ソーダ行ってみたいと思います。レッツゴー族。うん、間違いなし、ごくごくいける。めっちゃ爽やかです。うまい。黒糖梅シロップのソーダ割り。大使はロックで飲むのが一番美味しいと思う。黒糖梅シロップは、ちょっともしかしたらソーダ割りはあんまり合わないかな。うん、好きだと思います。お湯割りも試してみたいと思います。これからね、冬にかけてほっと温まる割り方、お湯割り。熱っ。まずは梅酒のお湯割り。おお、ほっとする。梅の味がめちゃくちゃ強くなってる。寒い日とかたまらないと思う。めちゃくちゃ美味しいです。飲んじゃいました。もう一杯飲みたい。じゃあ次は黒糖梅シロップのお湯割り。おいしい。黒糖より梅の香りが強くなってる。めちゃくちゃおいしい。そしてあったまる。ノンアルだから冬の朝とかおチョコ一杯でも飲むと全然朝違うと思う。明日からまた国の政治頑張ろう。梅酒のお湯割りもこれくらいだったら朝キュッとやったらテンション上がるかもしれない。大使はしませんよ。皆様にもおすすめはしません。車運転する人ならね、絶対ダメですから。はい、最後にこの使った梅の実一粒ずつ食べてみたいと思います。お、え？お、え？はい、見た目が全然違う。こっちはあの青い梅と比べたらめちゃくちゃブヨブヨしてます。でこっちはなんかあれみたい、プルーン、プラムみたいな感じです。最初同じ梅だったのに全く違うものになってます。おやつ美味しいです。お酒の味が強い。うん、おっ、ラン発生。なにこれ、もうやだ。うわー、もうとほほって感じです。なんでこれ落ちんのかな、洗濯で。それが心配。蘇我氏と物の部氏の争いとかよりこれが洗濯で落ちるかどうかの方が心配。
黒糖梅シロップに使った梅食べてみたいと思います。すごい、もうなんか男梅って感じになってます。うん、これはさっき言った通りプラムの味に近い梅酒と黒糖梅シロップご賞味いただきました。私が大使がね、はい、というわけで梅酒と黒糖梅シロップ試飲してみました。大使結構感動してます。自家製でこんな上等なもの作れるなんて、おったま遣隋使って感じです。ちょっとねこれをいろんなもので割って大使なりにベストオブテイスティング探してみたいと思うんで、ちょっとまた別の絵巻にして出したいと思います。そちらもぜひチェックしてみてください。聞いたところによると梅酒はこれ今4ヶ月なんですけど、これが1年2年って経ってくともっとまろやかになったり熟成されていって、さらに深い味わいに変化してくらしいです。はい、この絵巻が良かったなって思ったアスカの民はチャンネル登録とズイーネボタンよろしくお願いします。以上、ちょっとほろ酔いの OL 聖徳太子でした。おぞしとーす。ちなみにこのマスク、その聖徳太子店のお土産売り場で選んでる時、これ実際にあった話なんですけど、横の女の人がこのキャラクターお笑いの脳天味噌に似てないみたいな話してた。脳天味噌って脳味噌のことですか。もうちょっと飲みます。明日朝廷行きたくないな。